して地球上で破壊の限りを尽くしたゴジラ。突如姿を消したが、人々は今もゴジラを破壊神として恐れている。それから時は経ち、地球は使徒という新たな敵を迎える。使徒に対抗するため、特務機関ネルフはその進行を食い止めるべく、汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンを投入するのであった。使徒との戦いが続く中、突然ゴジラが出現する。これがゴジラ。僕がゴジラを止めます。ネルフはその動きを食い止めるべく立ち向かうが、時を同じくして宇宙怪獣にして使徒の王キングギドラが地球を襲撃。キングギドラ、ゴジラ、初号機が入り乱れての壮絶な戦いへと発展する。来ないで。圧倒的な強さを誇るキングギドラには、ゴジラも初号機も全く歯が立たず、地球の侵略は時間の問題であるように思われた。お待たせ。しかし一触即発の睨み合いの中で、ゴジラが突然不可解な行動に出る。そして事態は予想だにしなかった方向へと展開するのだった。パチンコ、ゴジラ対エヴァンゲリオン。